似顔絵を描いてもらうことで患者の心を癒す取り組みが今日橿原市で行われました。この似顔絵セラピーは東京在住のイラストレーター村岡健一さんが13年前から似顔絵を通じて患者たちに笑顔と元気を届けようと始めたものです。県立医科大学附属病院では2回目の開催となります。村岡さんは患者に元気な頃の様子や歩みを質問しながら1枚の色紙に患者の人生を描いていきます。似顔絵を描いてもらった患者にとって村岡さんとの心温まる交流が笑顔を取り戻すきっかけになったようです。とっても素晴らしいなと思って一生の記念にさせていただきますから。自分が主役の絵があることによってまた頑張ろうとか、実はこういう仕事をやってたんだっていうみんなのことに知ってもらったりとか、そういう似顔絵を通じて周りの方の架け橋になるのではないかと思っています。